はい、じゃあ始めていきます。 100% RTA です。よろしくお願いします。現在2018年2月10日2時14分、2時14分でございます。明日の夕方の6時もしくは7時にクリアを目指して走っていきます。よろしくお願いします。じゃあミュートにします。それはシーカーストーン。長き眠りから覚めたあなたを導くでしょう。それはあなたの道を開くもの。あなたはこのハイラルを再び照らす光。今こそ旅立つ時です。Thank you.
シーカーストーンのマップに示された場所へ向かうのです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。歯車ネジ、あと1個ぐらいネジあるといいかな。よし、青沼の祠いいんじゃない。よしと、青沼英二の祠、ヒゲのおじさんの祠、you
ほほい。おお、うん。おお、おお、ああ、うん。おお、あ、あ、うん。ジャバシフは藤林秀麿の祠。私の個人的な意見ですが、藤林さんはキノピオに似てると思います。よし、本当はあれは一番最初の発射でやらなきゃいけないんですけど、今回は、技見せで一回見送りました。最短でいけばあれが一番早いと思います。
はい、頑張ります。今回は蜂をちゃんとやっつけられたのがいいですね。うまくやればああやって蜂も散らすことができる。ただ爆弾のタイミングは本当に難しくて。こら、あぶねワモダイの祠は岩本大輝、ゲームデザイナーの祠です、アナグラムは岩本大輝さん。ここはゆっくり行きます。あんまり焦ってもいいことがないので。慎重にね。一応 100% RTA でちょっと違った生き方をするという形で、魔王ヌジャバシフ、トゥミンケワモダイと本来は行かなきゃいけないんですが、オリジナルの生き方をしようという形で、あえて先にワモダイを行くというね、よいしょ、生き方をしておりました。
は左側からギリギリまで口笛出しで上がり、ジャンプで取る。回復を待ってスティックを倒さずに壁をジャンプだけで登る。そうするとギリギリ届く。キース来てんのか、キース来てんのか、ちょっと大回りですけど、こっちから行きます。多分壁登りの最中にキースに邪魔されると思ったんで少し遠回りをします。一段降りてからシールを下げる。これは食らうな。危ねえ。トゥミンケ富永健太郎。アナグラムは富永健太郎です。はい、頑張ります。この新版の方が 100% では早いのか。早いのというか確実ですね。やっぱ序盤で何が怖いってトゥミン家の祠に行くときに防寒着を手に入れるのがかなり遅くなってしまう。それをなるべく早く手に入れるっていうことで少し死亡率を下げてます。本当は今まで開発されてたやり方の方が早いですね。あれあれ、こけます。さあ最後だ。最後のビタロック成功したいっすな。まあ成功しなきゃ成功しないで回り道をすればいいだけなんでいいんですけど、 あとここがちょっとロードが速くなるテクニックで、この文字が消えたところでスキップを押すとゼルダの伝説、このローディング画面がかなり速くなります。かなり速くなるんですけれども、
これの理屈は未だに解明されてません。こんにちは、よろしくお願いします。本日これは再走で2回目のプレイになっております。1時間やった後にまたやってますね。取れ、まだキース残ってんのか、マジか。どうだ、うん、いいね。 OK、 よし、もうカメラ変わらないでマジか。 OK、 OK、 よし、今のポジション良かったな、覚えとく。始まりの大地はほぼ完璧。よし、やるぞ。ここからまたルートが変わってます、前回と。前は、うん、前はヤカーマタまで行ってたような気がするんだけど、ヤカーマタだっけ、カームーだっけ、とにかくカがつく祠、カオキョかもしれない、そこ先に行ってたんですが、今回からはちょっとルートが変わってきます。先に岩ロックを倒します。変わりました。本当はこの下に剣兜とかいるんで、それも取っていければいいんですけどね、そこまではいかないので。
うい。ヒューチー氏、ルビー、うん、ヒューチー氏に素晴らしい。ホタルが見えない。ありがとうございます。こないでのこれいいですね。今回はちょっとね、静かホタルがいない。本当はここで静かホタルも撮るんですけど、いないんだね。参ったね。かかりこ村でどうにかするしかないか。いないね珍しい。本当は出現するはずなんですけど。十字キーの上をちょっとだけ押してあげたら、あとは横移動だけで大丈夫です。ミニスティックの横移動と十字ボタンを組み合わせる。なかなかキースの羽は取れないな。でこれからビタロックで結構飛んでいくので、ハイラル層をここで押さえておく。で、オパールがここで取れるので、これを取っていく。買い物の足しにするんですね。あー、ちょっとミニすぎる。ミニすぎましたね。
さあ行きます。馬ガチャスピード4が欲しいんですが、取れなきゃ取れないで、もう今回は3で諦めるかと、よいしょ、いうとこです。確実にこれに違いないと今目星をつけた。さあどうだ。さあ来い来い行け。うん、どうだ。こいつしかいないと思ったのに。そうか。よし、残念。あの子だと思ったんだよね。ちょっと走りかけのスピードが速いと思っちゃったんだけど、うん、違った。ブラウンの方だったか。どうだろう、うん、でもな、あの並びだとな、スピード4の可能性は低いよな。近場にいればもう一回ぐらいやろうかなと思ったんですが、いないのでしょうがないね。よし、グッ、OK、どこだ。言うこと聞いて。色はいいんだけどね。バグってる。ダッシュメーターがバグっているよ。使ってない。たまにそういうことありますね。対して一人も早くね。今のは誰も早くないパターンですね。よいしょ。あるんですよ、でもそういうこと。しばらく馬の名前はお預けですが、何かいい名前がある方は、教えてください。今のうちに考えておきましょう、馬の名前を。テリー、まずテリー。リセンバだ。今がチャンスだ。いいね。さあ、来る。うん、どこだ。お、火打ち石が3もある。あ、ルビー1個か。きついな。今回の名前は割とまともなのが多い。サラバレットはちょっといいですね。サラバレットいいですね。さあ、じゃあ一回ここでパートを切ります。パート1終了です。